この動画はストーリーの途中ですので、再生リストから順番に視聴することをお勧めします。翻訳は YouTube の自動翻訳を使用しているので精度が低いことをご了承ください。どうしてそうなるんだよ、お前は。あずさの論理は完全に破綻していた。お前がこのまま動かないなら、私本気でお前のこと奪うぞ。俺に対する憎しみを、恨みを撒き散らし、なのにまだ俺に対する死を口にし続けて、いつまでも俺の答えを待ち続ける。後悔するぞ。それはお互い様だよ。だってもうしゃあないもんだって。カズサにはそれしかないからな。カズサの進める道はそれしかないし。うん。もうそれがカズサの願いだからな。5年間、ずっとしてきた。考えることを放棄したようなその甘えの表情は苦しいほどに俺の情欲をかきたてる。俺、お前を見捨てたんだぞ。5年前も、一昨日も、お前を泣かせてばっかなんだぞ。でも、これは間違った思いだ。カズサだって自覚してる。とんでもない過ちだ。いつかは嫌いになるって思ってた。どうしてあんな奴を好きになったんだろうって。今思えばバカみたいだなって。融通が効かなくてうざくてセンスがなくて、気を使ってるつもりで人の神経逆なでするし。モテないくせして、高めすぎの恋人がいるし。思い続けることに意味も価値も望みもなくて。だからいい加減疲れてバカバカしくなって、そう思えたらあとはもう懐かしい笑い話だって、そう夢見てたんだけどな。ほら、やっぱり間違ってる。俺を嫌いになることが、俺を忘れることが、ずっと夢見てきた理想の未来だったなんて、現実はそれとは違うだなんて。ハルキ、カズサ、お前好きだ。もうやめてくれ。好きだよ。そんなの思い込みだ。好きなんだよ。ただの擦り込みだ。あの時お前一人だったから、だから大好き。熱に浮かされてるだけだ。早く部屋に帰って休もう。愛してる。俺裏切り者じゃないか。お前を傷つけてばかりだったじゃないか。離れたくない。5年も離れてた。今さら何言ってんだよ。あずさの瞳にはもう俺しか映ってない。鼻先が触れてしまいそうなほどの距離。あの第二音楽室での距離に戻ってきてしまった。ハルキ。立場は逆転してた。ごめん。ごめんな、カズサ。カズサの涙は乾き。けれど俺の頬は濡れたまま。そうだよ、お前が悪いんだ。お前のせいなんだよ、ハルキ。カズサはもう自分の過ちを認め、顧みない。だから償いよ。もう逃げるなよ。まっすぐに、ただひたすら純粋に俺の瞳の中に情熱を映し込む。どうすればいいんだよ。簡単なことだよ。
濡れた唇がゆっくり開き、熱すぎる吐息を俺に吹きかける。今だけでいいんだ、今だけ私を愛してくれればいい。けれどそれは見込み違いだった。カズサの吐息は熱くないわけじゃなかったけれど、それよりもっと熱いものを俺に届けてきたから。カズサの燃え盛る気持ち。そんなの簡単なわけないだろう。受け止めたら火傷する。もしかしたら身を焦がしてしまうかもしれない。嫌いでも興味がなくてももういいよ。ただ今だけ私を抱いてくれたら。いやだ、ダメだ、カズサ。ここでカズサを受け入れてしまったら、俺は何のために逃げてきたのかわからなくなる。何のために刹那を求めたのか。そんなに嫌なら、どこまでも私から逃げたかったのなら、だったらどうして私を見つけたんだよ。けれど矛盾はとっくに生まれていた。嫌いなら、興味がないのなら放っておけばよかったのに。仕事だからとか、人として心配だからとか、友達だからとか、筋道立てて説明しようにも、俺の感情が正しくなくて言葉にならない。そしたらお前は私にこうされることもなかったのに。そんなことできると思ってるのか。できないの？当たり前だろ。なんで？ねえ、なんで？どうしてハルキ？だってさ、だってカズサを見つけた瞬間、俺お前のこと嫌いになったことなんか、興味を失ったことなんか、ただの一度もないんだぞ。自分の中に安堵以外の強い感情が溢れ出してしまったのは間違いなかったから。頬を撫で手を取り、傷口に唇と舌で触れた事実と、その時の感情はもう動かしようがなかったから。ハルキ。カズサの声は明らかに上ずっていた。それってさ、やばいよ。期待に満ちた興奮した息遣いがますます俺の頬と気持ちを熱くする。だってお前、私のことずっと好きだったって、今でも好きだって飛躍できてしまうんだぞ。そんなこと言っちゃっていいのかよ。よくないに決まってんだろ。だから俺の興奮した息遣いもきっとカズサの頬と気持ちよ。でもこれだけは嘘つけないんだから仕方ないだろ。ハルキ、ハルキ、泣くな。嬉しいよハルキ。喜ぶなよ。そうしてお互いますます気持ちを熱くしてしまうという悪循環に、俺たちは足を踏み入れそうになっている。これ以上はもうダメだ、引き返さなくなってしまう。もう取り返しがつかなくなってしまう。今だけでいい、5年前と同じ愛し方でいいよ。そんな俺の退路を防ぐかのように、本物の愛は諦める、それは刹那のものだから。けれど嘘の愛だけは私にくれよ。
あずさは何の躊躇もなく取り返しのつかないことを口にしてしまった。日本を立つまでの間だけ、冬が終わるまでだけでいい。求めたのは偽物だった。5年前と同じとカズサは言ってるけれど、似ても似つかない肉体だけの結びつき。私を抱きしめて、求めて、甘い言葉をささやいて。それはまやかしの愛、おためごかしの愛、ごまかしの愛。私をとろけさせてくれよ。最後まで騙し通してくれよ。誰も傷つけたくなくて、誰もが平等に傷つく。最低で現実的で魅力的な。カズサの吐息が俺の右頬だけをなぶる。どうしてダメなんだよ。俺が真横を向いてしまったから、カズサから目をそらしてしまったから。カズサを受け入れないって意思表示してしまったから。私のこと嫌いじゃないって言っただろう。いや、好きだって言った。自分のせいだって認めたよな。5年前も去年も一昨日も全部俺が悪い。ならこっち向けよ。やった。いい加減にしろ。なんで、どうして。俺を押し倒し、キスをねだり、体だけの関係を求め、そんな過激なことを言ったり仕掛けたりする。見た目や立場や態度がエキセントリックなやつだけど、どうして私を受け入れてくれないんだよ。でも俺は知ってる。こいつは結局最後の最後で躊躇してしまうビビリだって。微笑ましいくらいの小心者だって。泣きたくなるくらい知ってるんだ。何がいけないんだ。刹那を選んでいいって言ってるじゃないか。他に何が望みなんだよ。カズサの乾いた瞳をまた潤ませてしまった。俺の右頬に新たな雫がポタリと落ちる。そしてそれとは別の雫が俺の目尻を伝う。刹那を愛してる。知ってる。まぶたの裏に刹那の笑顔が浮かぶ。刹那を愛してるんだ。そんな当たり前のこと言っても意味がない。5年前の無邪気ないたずらっぽい笑顔が、2年前の待ち疲れたような悲しい顔が。刹那を世界で一番愛してる。だから刹那を愛してていいんだ。一番でいいんだ。今の俺を信頼しきった心からの微笑みが。
刹那を愛してるんだ。もう裏切りたくないんだ。裏切りじゃない、こんなの裏切りになんかならないよ。誰も不幸になんかさせないよ。世界で一番大切なものが目に見える。ずっと求めていたものが目の前にある。刹那を愛してる。知ってるって言ってるだろ。その言葉を言うな。その名前を出すな。何もかも、他のすべてを切り捨てても手に入れる価値のあるものが。刹那を、刹那を。黙れ。俺には刹那だけなんだ。もう刹那しかいないんだ。かつて世界で一番大切だったものの向こう側に。うるさい、うるさい、うるさい。やめろ。やめて。俺の全身が小刻みに震えてる。俺が震えてるのか、カズサの震えが伝わっているのか、それとも両方が重なってるのか。そんなことはもはや知る必要のないことだった。決断してしまった今の俺にとっては。はいはい、それじゃあお願いします。タクシー10分でこっち来るって。うん。俺が手を離し、カズサが体をどけて、俺たちは二人で壁にもたれて、そして改めて体を寄せ合った。肩も抱かない、手も握らない。カズサの頭が俺の肩に乗り、相変わらずの熱っぽい息を小刻みに吐き出す。それでも俺はどこも抱きしめない。カズサを温めようとしない。ねえハルキ。二人の叫びも慟哭も消え、元の静けさを取り戻した月明かりの闇の中。もしさ、もし私の来日が日本公演なんかじゃなくて、ただ逃げてきただけだったらさ。え？もし私がピアノでも失敗してさ、落ちぶれて失意のまま帰国してたとしたらさ。カズさ、そんな私を憐れんで、お前は抱きしめてくれたかな。道場でキスしてくれたかな。カズサのポツポツとつぶやく声がこの広すぎる部屋の中に吸い込まれていき。ならなかったんだよ。そういうことならなかったんだよ。だから考えるだけ無駄だよ。ごめんな、ハルキ。ごめん、カズさ。そして今度こそ俺たちの間に本物の静寂が訪れた。
1年後。そっか、やっぱりね。今週が締め切りだって言ってたもんね。ごめん、刹那の方からも謝っといてくれる？気にすることないよ。もともとこっちは難しいって言ってたんだもん。そんなにお父さんのわがままに付き合うことないって。わがままだなんて全然思ってない。せっかく誘ってくれたのに申し訳ないって言っといて。あれから1年。あ、けどそしたら明日は？打ち合わせ10時からって約束しちゃってるけど。そっちは大丈夫、今日中になんとか片付くから。っていうかそっちがあるから念のために今日すっぽかした。わかった、お父さんには言葉を選んで謝っとく。俺の人生はまさに絵に描いたような幸せで順風満帆な航路を進んでいた。編集者としてそこそこ一発の仕事を任され、日々忙しくけれど充実した毎日を過ごし、そして楽しみだな、刹那のドレス。実は私もうん。何度も形式的な手順を踏んで準備万端の上、堅苦しいまでに正式に申し込み、俺北原春樹と彼女小木曽刹那は去年の年末にやっと一つの大きな約束を取り交わした。そして今俺たちは半年後のジューンブライドに向けて様々な準備や契約や打ち合わせに追われている。懸念だった小木曽のお父さんとの関係も今じゃすっかり意気投合し、最近じゃ毎週のように酒に付き合わされたりしてる。お母さんや高弘くんは俺をとっくに家族扱いし、高弘くんの彼女も交えて小木曽家はいつも賑やかで、式の段取りや出席者、旅行の行き先に始まり、新居とか共働きの可否とか子供の予定とか、そんな初対じみたけれど幸せな話にまみれている。だってあれから1年。春樹くん、ここは東間和沙の名をすっかり忘れた1年後の日本なんだから。あの俺たちの決別の夜以来、和沙は日本のマスコミから忽然とその姿を消した。追加公演は彼女の体調不良を理由に一方的に中止され、しばらくは本人と東間陽子事務所を批判する声がうるさく湧き上がっていたけれど、それでも何事においても熱しやすく冷めやすい日本人は一月もしないうちにその話題を口にしなくなり、今は東間和沙という名前は日本においてもドイツ語または英語表記だけで漢字で書かれることはなくなった。刹那、何？そして俺は、熱しやすく冷めやすい同じ日本人のはずの俺は、愛してる。はい、本日のノルマ達成。今日は忘れちゃってるかと思ったよ。ちゃんと覚えてるって。刹那を愛してる、ずっと変わらない気持ちのまま愛してる。毎日毎晩声に出して確かめずにはいられない気持ちのまま。忘れるわけないって。だって俺はもう一つ変わらない気持ちを抱えたままだから。再会までの5年間忘れることのできなかった気持ち、再会して一瞬で激しく燃え上がった気持ち、あいつの変わらぬ気持ちを知ってしまい消せることのできなくなってしまった気持ち、1年で消せることなんかできるわけがない気持ち、
消すのに10年かかるか20年かかるか、まるで先の見えないずっと引きずったままの気持ち。あ、何？雪。本当だ、雪が降ってきた。分岐点でも何でもない、いつもと変わらない穏やかな日に、二人が二人のまま少しずつ愛を深めていくだけの日に、そして今日、二人が同じ雪雲を見上げ、遠い空の下のあいつにこの雪が届かない日にも。じゃあそろそろ切るね。そっち仕事中なんでしょ？ああ、うん、それじゃ。ハルキくん。何？愛してる。ノルマ達成だな。私の気持ちは変わらないよ。幸せに飽きたりしない、絶対に。うん。喧嘩しても気持ちがすれ違っても、そして雪が降ってもなんてね。重くてごめんね。ありがとう、刹那。それじゃあね。うん。なあ刹那、多分俺はずっと忘れられない。10年も20年もこの許されない気持ちを引きずっていく。ずっと愛する人を裏切り続ける。ずっと愛する人の傍らで、ずっと愛する人と一緒に。それでも生涯ずっと君に対して最低な気持ちを抱えたままでもさ、今はの際には君のことだけを思い、君だけを見て生涯を閉じてみせるから。だからごめん刹那、俺あいつへの未練をこれからも引きずるよ。けれどその代わり、ずっと君のことを愛する。絶対に幸せにする。だからこれからもよろしく。この気持ちごとよろしく。